原子力規制委員会は日本の行政機関の一つ原子力利用における安全確保を図るため必要な施策を策定実施する環境省の外局である委員会の事務局として原子力規制庁が施設等機関として原子力安全人材育成センターがそれぞれ置かれる2011年3月11日に 東京電力福島第一原子力発電所で発生した福島第一原子力発電所事故は原子力発電を推進する資源エネルギー庁と規制する原子力安全保安員が同じ経済産業省の中にあるため同じ官僚が省内の移動によって推進と規制を往復する人事交流が万全と行われ規制対象である電力会社に天下りした退職者が 規制行政に公然と干渉するなど、規制機関が監査機能の役割を果たしていなかったことが原因の一つと考えられた。この反省に基づき、環境省に新たに外局として原子力規制に関わる部署を設け、原子力安全、保安院と内閣府原子力安全委員会等、原子炉施設等の規制、監視に関わる部署をまとめて移管することが検討された。 議論の過程では、内閣府のもとに規制機関を新設する案や、より独立性の高い国家行政組織法3条に基づく委員会とする案なども検討されたが、環境省の外局として原子力安全庁を新設する案が採用された。規制機関を環境省に新設する案が採用された理由としては、2011年8月に制定された。 放射性物質汚染対所得素法に基づき、原発事故で放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策を環境省が所管するなど、原子力の安全の確保に関する規制の一元化の観点が挙げられる。法案では、新設機関の名称は原子力規制庁とされ、2012年1月31日に第180回国会に提出された。 法案の担当部局は内閣官房原子力安全規制組織等改革準備室であるが法案の付託先は環境委員会とされた。2012年6月半ばには衆議院での審議が進み自由民主党、無所属の会及び公明党が同年4月に提出した原子力規制委員会設置法案と合わせて民主党、無所属クラブ、自由民主党、 無所属の会及び公明党の3会派、共同提案の成立に協力することで一致し、新たに原子力規制委員会設置法案が衆議院、環境委員長から提出された。同法案は、環境省の外局として原子力規制委員会を置き、同委員会の事務局として原子力規制庁を置くことや、同委員会を国家行政組織法3条2項の委員会として、 独立性を高めることなどを定めた。同法案は、同年6月15日に、衆議院で可決、同年6月20日に、参議院で可決され、同年6月27日に交付された。2012年9月19日、野田義彦内閣総理大臣は、原子力緊急事態宣言発令中の例外規定に基づき、 衆参各議員の同意を得ずに委員長及び委員を任命して原子力規制委員会は発足した。その後、同人事は2013年2月14日に衆議院、翌15日に参議院の同意をそれぞれ得た。2014年3月1日、独立行政法人原子力安全基盤機構を統合。2020年度以降に 急に本優勢本社に移転することが決定している。原子力規制委員会は環境省の外局として設置される機関である。同委員会は国家行政組織法3条2項に基づいて設置される3条委員会と呼ばれる行政委員会で内閣からの独立性は高い。原子力規制委員会は委員長及び委員4人をもって組織される。委員長及び委員は 人格が高潔であって、原子力利用における安全の確保に関して、専門的知識及び経験並びに高い指揮権を有する者のうちから、両議員の同意を得て内閣総理大臣が任命する。また、委員長は、その任命を天皇が認証する認証官である。委員長及び委員の任期は5年で再任されることができる。一般的な結核事項のほか。 原子力にかかる、精錬、加工、貯蔵、最処理もしくは廃棄の事業を行うもの、原子炉を設置するもの、外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせるもの、もしくは核燃料物質、もしくは核燃料物質の使用を行うもの、またはこれらのものが法人であるときはその役員、もしくはこれらのものの使用人その他の従業者に該当するものは委員長、または 委員となることができない。2012年、野田内閣が最初の委員長及び委員を選任する際には、設置法に定める要件に加えて、設置法の付帯決議の内容を踏まえた、原子力規制委員会委員長及び委員の要件についてとするガイドラインも参照して、人選に当たった。しかし、2014年、任期満了を迎える2委員に代わって新たな委員を、 選任するに際して、第2次、安倍内閣では、同ガイドラインを考慮せず、また、新たなガイドラインを制定する予定もないことを明らかにした。委員長、委員原子力規制委員会には次の審議会等が置かれる。原子力規制委員会にはその事務局として、原子力規制庁が置かれる。原子力規制庁には、事務局長として、原子力規制庁長官が置かれる。 原子力規制委員会の内部組織は、一般的に、法律の原子力規制委員会設置法、政令の原子力規制委員会組織令及び、原子力規制委員会規則の原子力規制委員会組織規則が、階層的に規定している。内部部局施設等機関、原子力安全人材育成センター幹部原子力、規制庁の幹部は、以下の通りである。 歴代原子力規制庁、長官地方機関原子力規制委員会が主管する独立行政法人は2021年4月1日、現在存在しないが、文部科学省士官の量子科学技術、研究開発機構について、放射線の人体への影響並びに放射線による人体の障害の予防、診断及び治療にかかるものに関する事項を、文部科学省士官の日本、 原子力研究開発機構について、原子力の研究、開発及び利用における安全の確保に関する事項をそれぞれ共感している。原子力規制委員会が主管する特殊法人は2021年4月1日現在、現在存在しない。原子力規制委員会が主管する特別の法律により設立される民間法人は2021年4月1日現在、 存在しない。原子力規制委員会が主管する認可法人、地方共同法人及び特別の法律により、設立される法人は存在しない。原子力規制委員会は、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全ならびに我が国の安全保障に資するため、原子力利用における安全の確保を図ることを任務とする。原子力規制委員会の所掌事務は、 以下の通り、原子力規制委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認める、時は、関係行政機関の庁に対し、原子力利用における安全の確保に関する事項について勧告し、及びその勧告に基づいて取った措置について、報告を求めることができる。原子力規制委員会は、その所掌事務について、法律もしくは政令を実施するため、 または法律もしくは、政令の特別の委任に基づいて、原子力規制委員会規則を制定することができる。原子力規制委員会規則は、法令における優越において、省令と同等である。原子力規制委員会設置法の不足には、原子力規制庁の職員については、原子力利用における安全の確保のための規制の独立性を確保する観点から、 原子力規制庁の幹部職員のみならずそれ以外の職員についても原子力利用の推進に係る事務を所掌する行政組織への配置転換を認めないこととするといういわゆるノーリターンルールが定められた。もっとも同条項にはただしこの法律の施行後5年を経過するまでの間において当該職員の意欲適正等を勘案して特にやむを得ない自由があると 認められる場合はこの限りでないとする例外規定が設けられている。なお、同ルールの徹底は法案審議にあたって採択された衆議院、参議院の決議文でも求められている。ルールの例外規定により、すでに1、3の職員が出向元省庁に出戻りしていることが判明した。ルールの境外化が懸念される。原子力規制委員会設置法の不足には、 原子力規制庁の職員については原子力利用における安全の確保のための規制の独立性を確保する観点からその職務の執行の公正さに対する国民の疑惑または不信を招くような再就職を規制することとするものとすると定められたいわゆる甘くなりの規制であるこれは同庁の前身である原子力安全保安院内市経済産業省の職員が 長年にわたって電力会社をはじめとする原子力関連企業に多数再就職したために原子力規制機関と規制対象企業の間に過度の癒着を生じ原子力発電所における大規模な事故発生の延因になったとみられるからである。意思決定に関わる会議は原則としてすべてインターネットで生中継され資料、議事録なども 各セキュリティ上公開できないものなどを除き、公式サイト上で公開される。記者会見に参加できるのは、一般紙や放送局などの記者、これらのメディアに記事を提供するフリージャーナリストなどである。委員長の記者会見はもとより、原子力規制調査を務課長による記者向けのブリーフィングもインターネットで生中継される。一方で、政党機関紙は、 一般の報道機関とは異なるという理由で、新聞赤旗記者の出席を断り、抗議を受けて、一転、出席を認めるという混乱が起きている。3人以上の打ち合わせの場合のみ、記事録を作成するという内部規定を利用し、意図的に2人以下の打ち合わせを行い、記事録作成を行わない抜け穴が指摘されている。公式ウェブサイトでは、なぜかストロンチウムを、 すラナイいチンチュームと表記している箇所があり、ネットユーザーたちより検索先を疑われていた。このような日本語表記は、農業環境技術研究所、内閣府、福島県、いわき市でも見られる。また同様のものに、電力会社や政府、地方自治体の資料で、福島大、原子化や、東京電化や、関西電化木、白崎や、根白崎などが見られる。 これらについて、三重大学教授の奥村春彦は、文書にテキスト抽出禁止の保護設定がなされているため、検索エンジンが OCR による読み取りをした際にご変換したものとした上で、わざわざテキスト抽出禁止するのは、検索よけの隠蔽工作に、まさに該当すると批判している。また2015年には、公文書管理法で義務化され、情報公開の検索に使われる。 公文書リストの作成が行われてこなかったことが明らかとなった。2020年には関西電力に対し求める原発の火山灰対策を決める委員会に向けての非公開の事前会議の場で2案のうち1案を退ける方針を決めたのにもかかわらず議事録を作成せず参加者に配布した資料も回収、廃棄していたことが判明している。事前会議には さらた豊志委員長らも出席しており、密室で指導案を排除した形であり、実質的に意思決定の場になっているとの批判も出ている。ありがとうございます。